皆様こんにちは。今回は Android Pay に楽天 AD を登録する方法をご紹介させていただきます。国内で2016年12月より開始された Android Pay はまず楽天の電子マネー楽天 AD に対応しています。楽天 AD を登録することで Android Pay で電子マネー決済が行えるようになります。実際に楽天 AD を登録する方法は簡単ですが、まずは Android Pay アプリを Google Play からインストールしましょう。アプリをインストールして起動したら、画面右下のプラスアイコンをタッチして、電子マネーを追加をタッチします。次に表示される画面で、AD カードを作成をタッチして進みます。たったこれだけで Android Pay に AD カードが登録されます。あとは Android Pay に登録した AD カードにチャージすることで電子マネー決済を行うことができるようになります。楽天 AD は手軽に電子マネー決済を行うことができるサービスですが、もし楽天 ID を持っている場合は AD カードに楽天 ID を設定しておくことで、決済金額に応じて楽天スーパーポイントが貯まっていくので、続けて登録しておきましょう。Android Pay に登録した AD カードを表示して、その画面の下の方に進み、楽天スーパーポイントを貯めようの設定するをタッチします。ブラウザアプリで楽天 ID ログイン専用ページが表示されるので、楽天 ID を登録します。これで完了です。ただし、AD カードに楽天 ID を登録したとしても、すぐには反映表示されず、最大3日程度で登録済みの旨が表示されるようになります。表示が反映されていなくても、システム上は AD カードと楽天 ID の連携は行われているので、安心して利用してください。Android Pay に楽天 AD を登録する方法はとても簡単ですが、注意点は、あくまでも Android Pay を1枚の AD カードとして登録する点です。例えば、プラスチックカード版の AD カードを持っている場合でも、そのカードを Android Pay に登録するわけではなく、新規の AD カードとして Android Pay に登録することとなります。このほか、チャージは Android Pay アプリからはもちろん、楽天が提供する楽天 AD アプリからも行うことが可能です。以上、Android Pay に楽天 AD を登録する方法のご紹介でした。